はいどうも、Go の GoGoTV です。今回はこちら、100均のセリアで買ってきた商品なんですけど、ディスプレイスタンドトレイ2段という名前の商品を買ってまいりました。こちらは、まあ、この写真にも書いてあるんですけど、こちら、小物屋コレクションのディスプレイにってことで、ま、あの、こういった感じで写真のような感じでディスプレイができるものなんですけど、これもしかしたら、まあ、こういった感じの小型フィギュア、まあ、こういった感じのコンバージと、リミックスライダーズと、あとこれはあの、あのビックラ卵の まあものなんですけど、まあ、こういったものや、あとまあワンチャンこれフルボトルもできるんじゃないかなと思って、とりあえずまあ今回この4つで試してみたいと思います。はい、ではまずはフルボトルからいきましょう。ただこれちょっとフルボトル厳しそうですね。こう縦にはきついですね <laughs>。縦には厳しいですね。こんな感じでちょうどこの認識瓶部分が突っかかっちゃいますね。横でならいけますね。横でならいけそうなんですけど。 ま、横じゃちょっとなんか見栄えがあんまりよろしくないんで、やっぱり行くならこう立てたいところですね <laughs>。ちょっとこれ収まりませんね。ちょっとフルボトルはちょっと収まらないんで、ちょっとフルボトル脱落ということで。じゃ次はビックラ卵のこのフィギュアですね。こちら。こちら全然いけると思いますね。こんな感じで。ああ、いけますね。これやったら結構ずらっと並べそうですね。こう、ちょっとあるやつ、並べていきましょうか。ああ <laughs>、ああ、ああ、バランスが。 もうなんか若干クローズチャージのバランスがよろしくないんですよね <laughs>。あ、でもこれなら4ついけますね。まあこれ後ろと前で8体並べることができますね。はいでは次はこちらリミックスライダーズですね。これいきましょう。まあ、これもだいたい横の幅は一緒なんで、まあ基本的に多分4体ずつはいける感じかな。うん、4体いけますね。クローズと。あ、4体いけますね。 ということで、まあ、こちらのリミックスライダーズも、まあ、前と後ろで4体ずつで8体並べることができますねはいでは最後はコンバージですねコンバージもこれ台座ごとはちょっと厳しいんで <laughs> 台座ごとは厳しいんでちょっと台座から外して、まあ、飾りたいと思います、うん、ちゃんと台座なくてもこうバランス取れますんで全然いけますねはいでは他のものもこの辺も台座から取ってうんいけます いけますね。いけますね <laughs>。いけますけど、まあ、やっぱ基本的にこう4体が限界ですね。多分、ぎゅうぎゅうに詰めれば5体いけそうなんですけど、まあ、ゆとりを持たせて飾りたいなら、まあ、4体ずつが、まあ、一番無難なんじゃないかなと思いますんで、まあ、こんな感じで飾ることができますね。はい、というわけで、こんな感じで、まあ、前列にコンバージ。 効率にリミックスライダーズという感じで飾ることがでで、きますんでこういった感じで本当飾っていくことができるんでこれ非常にいい商品ですねいやー100円でこれならもう全然ありですねただまあちょっとホコリをかぶってしまうっていうのでまあ今まで紹介したものは結構こう上からカパッとかぶせるものが多かったんですけどまあ今回こんな感じでまあ普通にむき出しなんでホコリとかかぶってしまいますがまあディスプレイスタンドとしては非常に優れていますんでちゃんとこう2段のこの高さの差なんかもあって結構こう あの全部パッと見やすくなってるんでまあ今まで紹介したものよりはまあディスプレイとしての見やすさとしてはもうすごい二重丸なんじゃないかなと思いますただまあ残念ながらフルボトルの方は飾ることはできないことはないんですけどこうフルボトルをこの横にした状態じゃないと飾れないんでもしあのフルボトルを飾りたいってい方は正面からは飾れないってことだけご注意くださいはいというわけで今回は100均のせりで買ってまいりましたディスプレイスタンド2段 の紹介をしてまいりました。まあ、もしこの動画を見て気になった方はぜひセリアに行ってこちらの商品買ってみてはどうでしょうか。では今回もご視聴ありがとうございました。